こんにちは、ひとひかりです。今日はね、100均でキャニスターとか、これは乾燥剤買ってきましたね。なのでメンテナンスがてら、うちで使ってるハムスターのね、用品とか説明できたらいいなと思ってます。じゃあ早速やっていきたいんですけど、だいたいこの一箱でいつもメンテナンスは終わりって感じですね。中身はね、ご飯ですね。これは100均のキャニスターで詰め替えてますね。乾燥剤入れて、トウモロコシとひまたねと、これはペレット、100円じゃなくて300円のペレットと、これハムスターセレクションのオレンジのやついただきました。これも動画を見てる方にね、もらっちゃいましたね。プチキューブのいちご味で、これアワですね。200円ぐらいでした。このキャニスターにね、詰め替えてご飯をやってます。で、これ100均のね、計量スプーン入れたり、ピンセットであげたり、まあ、ドライフルーツとか、だいたいこの一箱でね、大丈夫ですね。で、このボックス自体もダイソーのね、200円のやつだったかな。で、砂はこういう水を入れるボトルなのかな、わかんないけど、ダイソーのボトルに詰め替えて使ってますね。で、中身がね、カインズの砂ですね。アビ砂。で、床材自体は、これもカインズの白樺チップ使ってますね。1キロのやつですね。メンバーシップやらせていただいてるんですけども、そこで得た収益をここに使わせてもらってます。いつもね、お世話になりっぱなしで、申し訳ないんですけどね、感謝の気持ちでいっぱいですね。最近ね、またご飯とかいただいちゃったので、詰め替えていこうと思います。中身は何入れるかっていうと、こうミルワームとハムスターブレンドと、もりもり野菜プロと、パリパリリンゴですね。全部ね、いただき物ですね。ありがとうございます。しっかり保存しないと申し訳ないんでね、もらったのに腐らせちゃったら。おお、部屋中がミルワームだらけになった。うわ、なんかミルワーム香ばしい匂いしますね。僕東南アジアに昔住んでて、コオロギとかね、虫とか食べてたんですけど、あれ結構美味しくてね、そんな匂いがします。エビみたいな匂いしますね。で、この中に乾燥剤を入れますね。買ってきた食品用のやつ。もうちょっと真ん中とかに入れるやつか。こんな感じでね、めこんであげて、1個余ったんで塩箔入れたいと思います。これも視聴者様からいただきました。ありがとうございます。本当にもらってばっかだ。メンテナンスということなので、日頃やってるお世話を紹介したいと思います。紹介というか、まあ普通のことなんですけどね。まずご飯をあげますね。ご飯はペレットがいつも残ってるので、これに追加する形ですね。お世話してる時にモンちゃんが逃げ出してしまうので、確保しながらいつもご飯あげてます。で、ご飯あげ終わったら砂変えますね。砂場でご飯食べちゃったりするんで、食べ残しとか、あとはおしっこをね、こうやってしてくれるんで、これを捨てますね。危ね。こうやって脱走してくるんで危ないですね。今日は話しながらやってるんで、特に難しいです。よいしょ。で、砂を変えて、軽くね、整理しますね。
散らかっちゃってるんで、こういう風にね家もずらしちゃうんで、うんちが溜まってたらうんちも捨てますけど、今日は大丈夫そうですね。砂変えるとね、ああいう風にゴロゴロして可愛いですよね。で、水は毎日ね変えてますね。一応このちっこいのを使ってるんですけど、ブーちゃんのやつ最近壊されちゃったので新しくしました。じゃあね、今日は日常のメンテナンス動画ということで、普段使っている用品だったりご飯を紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。